まず蛾膜,、えー、膜とは沖縄では通常「細腰」「ウエスト」のことを指しますがあ武術的にはあ腰腹周りの全体を指しますへそから下をへそ蛾膜「ふつ蛾膜」といいこれは聖火鍛錬にあたりますそして背中側の腰で部を「えー、腰蛾膜」「くし蛾膜」と言います 50流の基本である産地にはこのような骨盤を上にまくり上げるような動きが頻繁に現れますもう一度見ていますねはい、これはフスガ膜を入れる動きそして前蹴りの動作で言えば膝を上げる際のフスガ膜の入れから足を伸ばす際のクシガ膜の入れに切り替わる動きと言えますそして立ち方で見てみると 猫足立ちこれは不裾膜を抜いた立ち方そしてしこ立ちこれも同様に不裾膜を抜いた立ち方ですそして前屈立ちは櫛が膜を入れた立ち方ということができると思います次に鎮口について解説しますえ沖縄の方言で チルとは筋のことそして口とは骨骨のことこれを合わせるとチル口そしてチン口となりますこうした筋と骨が交わる部位はあ関節でありその意味ではこれもチン口ですしこれもチン口となります、えー、しかし武術的にはいわゆるヒットマッスルはい、ちょっと後ろ見てみてはい、この、えー 後背筋大円筋小円筋それから前虚筋あたりのことを指します空手の突き技はこうしたヒットマッスルの締めと我膜の入れ抜きを合わせて全身の力を集約えこうした全身の力を集約して拳に伝えていくための力のルートを作ること。 これがチンク口をかけることと言えるでしょう。